横田駅は千葉県袖ヶ浦市横田にある東日本旅客鉄道久留里線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。久留里線内では当駅と久留里駅のみが列車交換が可能な駅である。互いのホームは校内踏切で連絡している。久留里駅管理の直営駅。タッチパネル式の自動券売機が設置されている。 かつてはポス端末設置の出札窓口があったが、2017年12月6日をもって廃止され、当駅での切符の発売は自動券売機のみとなった。2008年2月に男女別の推薦式トイレが完成した。駅舎は木造で、構内には保線車両用の側線がある。かつては貨物用の引き込み線として使用されていた。 2020年度の1日平均乗車人員は124人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅舎のある南側は国道409号に沿って横田の市街地が広がり、中小商店や飲食店などが立ち並んでいるほか、周辺には住宅地も点在する。駅舎と 反対側は、田園地帯が広がっている。くるり線は当駅の木更津寄りで前線に渡って、並行している帯津川を橋では渡っている。くるり線は、平山駅の付近でこの川を2回渡るほかは、この場所でしか帯津川を渡っていない。注釈出店。ありがとうございます。